じゃあまず1回目のゲームをね、じゃあやっていきましょう、ね、ということで、はい、マリオ64の16枚 RTA。 はい、はい、あもう僕何年前からやってると思ってるんですか。まあ歴長いっすよね。そうっすよね。何年前からやってるんですか。2009年からやってたんで年に3回ぐらいの配信ペースで。なるほど。僕もねあれですよ、16枚 RTA は3ヶ月に1回ぐらいしかやってないですよ。おー、実際もいい感じのね、実力差ね、結構あるはずなのに、なんでかダイダラさんの方が3分ハンデがあるっていうね。ハンデ、ハンデ。ありがとうございます、ほんと。なんでなんだろうなって感じなんですけどね。まあ、自己ベがね、やっぱり。まあ、自己ベがね。ね。っていう、はい、はい、感じなので、まあ、ダイダラさんが3分、スタートしてから、僕が3分後にスタートして、で、一番最後に、最後の面のクッパの大スター取った方の勝ちと。はい。いう感じで、一発勝負です、ここは。一発勝負、OK です。はい。って感じで、じゃあ、放送時間が、はい、もう10分から僕、リセットボタンを押してスタートって感じでいきましょうか。あ、もういけますか、すぐ。はい、すぐ行っちゃいましょうか。じゃあ行っちゃいましょう、いいですか。そしたら、はい、僕は3分間ゆっくり待ってるんで。で、そちらは放送時間13分になったら、はい、ね、スタートしていただければと思います。3分間だけ待ってやる。あ、はい。ということで、始めていきましょうか。どうぞよろしくお願いします。あ、お願いします。はい、またねー。はーい。せー、マリオやんべー、マリオやんべー、マリオやんべー。よし、こっからはあれだな、ボヨミちゃんつけていいな。よし、ちょっとボヨミちゃんつけまーす。よし。で、ということなんで、そうですね、とりあえずは、軽く、まあ、町会議の、要は、ね、1週間前ですのでね、この宣伝をしながらやっていきたいと思います。よろしくお願いしますね。はい。あ、甲骨、ちょっと、米ビ。甲骨、お、クリスタさん、200ポイントありがとうございます。期待してます。ぜひ期待してください。自己ベ出しますから、ね、ちなみに。余裕で自己ベ出しちゃうんでね。はい。お願いします。まあ一応ね、一応まあマリオ64は言うてニコ生で一番やってるゲームではあるのでね、まあここで負けちゃったらどうなんだよって話でから、アクティブ負けてるんじゃないのか、向こう立ち見 A 出てる、こっち立ち見 A も出てないでしょ、おいこっち立ち見 A すら出てないでしょ、何を言ってるんだよ、おいどうするんだよ、まあアクティブでも負け、お何リスナー数でも負け、広告でも負け、どうすんだよ、あ、スタートしてる、向こうスタートしてる、どうすんだよ、リスナー頑張れよ、頑張れよリスナーよ、勝負だろマジで。広告アップルスターさん1000ポイントありがとうございます。超会議出演者同士の骨肉の争い、その果てには何が待っているのか、骨肉の争い、よし、やるぜ。ダイドラはファイヤロー出してれば勝てる。わかった、ファイヤロー入れるわ。ファイヤロー入れるつもりなかったけど、ファイヤロー入れるわ。ありがとう。ありがとう。よっしゃ。始まった。いらっしゃい、どうも。ダイダラさんの、ね、リスナーの方も、ゆっくりしててください。今日は全力で楽しんでコラボやっていきますからね。いえ、どうなんだろう。ダイダラさん、どれぐらい。ね、できるんだろう。意外とさ、なんかちょろちょろこう練習してたりする可能性もありそうだよ。ね、ジュゲームカット失敗。まあ。ジュゲームカットはね、難しいからね。ね。おさんさん。おさんさん、500ポイントありがとうございます。報告中。あのモッティが、超会議前哨戦16枚 RTA。頑張れ、モッティ。お、純粋応援勢ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もう前哨戦だね。本当に前哨戦だよね。どうせモッティも、まあ、多分ね、挨拶するよ。する。シンボム一回ぐらいこうミスってくれるとね、すごい気持ち的に楽になるんだけど。シンボムこうさ、ミスって、おー、うまいね。なるほどね。じゃちょっとそろそろコントローラー持とうか。そろそろ持とうか。よし。広告200ポイント勝ってる。やったぜ。広告200ポイント勝ってるぞ。よし。向こうでスマブラなら勝てる。いや、言うて、
あれですよ、スマブラも本気で黙ってやったらできますからね、僕ね。言うて。言うて。ね、向こうがどれだけスマブラ触ってるのかわからないですけど、意外といけますから。まあ、あとあれだよね。まあ、ポケモンは、まあ、勝てると思うんで。まあ、2勝1敗かな。っていうことにしといてあげようかな。米ビューがね、今日バグりまくってて、全然見えないんですよ。よいしょ。全然見えない。米ビューがほんとバグってて、今日。やばいね。あ、行きまーす、そろそろ。5、4、3、2、1、はい。試合。さあ、追い上げていくぜ。とりあえず、どのぐらいの差なの今、この3分で。あ、2個なのか。まあでもそんなもんか。そんなもんやね。よし、2秒ずれてる。まあまあまあ、僕の手元の時計でやってますからね。はい。リアさん1000ポイントありがとうございます。モッティバーサスダイダラ、3つのゲームで真剣勝負。あ、くるぶしさんもありがとうございます。くるぶしさんのアドメラだったんで、後で読む。頑張ろう。ハンデ10分くれて。いや、3分ぐらいでちょうどいいじゃないですか。じゃないですか、スカイプ。ちょうどよくないですか、ね、リセットしないように、それ。それすげえ大事。1、2、3。はい。いや、ポケモンも勝てるだろう。はい。ま、よーい。相手が私に強いてくる、わらわら。あ、あ、いや、おしい。はい、おい、はい、はい、あと10分。あれ？あれ？おかしいなぁ。ハンカット。あ、広告ありがとう。ごめん、見えなかった。マジ、米ビューがさ、真っ白なんだよ、マジで。米ビューがもう真っ白でさ、全然見れないんだよ。ちょっと置いとくわ。あ、船。はい。ないわー。ないわー。大丈夫かこれ。大丈夫か大丈夫、ブックは決まってないんでしょ。あれだから、多分、ダイダラさんは、ブックはあれを知らない。セットアップを知らない。セットアップを知らないから、5秒早い。5秒だけかよ。5秒じゃ負けねえだろ。まあ、目標あれだな。階段で追いつく。階段で追いついて、無限階段で追いついて、栄光のビクトリーロードを歩むだけ。ぶっこは、1、2、3。ぶっこはね、あれですよ、ダイダラリスナーがさ、最近マリオロックの配信見てないでしょ。もうね、ぶっこはね、突っ込んだら負けになっちゃったんですよ、最近。マジ？え、マジで？え、なんで？なんで俺セットアップ？ちょ、なんで本番こんな弱いの？ちょっと待って、こうし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 て、あべ、あ、これまずい。違うでしょ、マジで。もう、ほんとこれ。もう何回さ、僕はこのセリフを吐かなきゃいけないんだよ。この技作ったやつマジで。俺の前で土下座しろ、ほんとに。マジで。マジで。いや、マジで。ほんとに。ほんとに。なんでこの技を開発しちまったんだよ。マリオガチ勢はよ。はぁ。だいぶね、だいぶ冷めてるな、もうすでに。ひどいね。マジか。これ追いつけるのこれ。1、2、3、4、5。追いつけんのこれ。大丈夫？
三段囲あるじゃないか。もうやりません。やりません、三段囲。無理です。この状況下で三段囲いったら負けます。よし、OK。大丈夫、大丈夫。これから、これから。大丈夫。ミスらなくても勝てる。ただ、一つだけ懸念材料は、米竜がやっぱり白い。よし。精神状況悪い。全然。全然元気元気。元気元気。いつもより好調らしい。7分半、了解。待って、何今日。ぐったぐだ。さあ、頼むぜ、マジで。頼むぜ。ちょ、もうひど。若干焦ってるね。若干焦ってるな。おっそ、やっぱ。やっぱさ、ほんと、あれだね、セットアップマジで左右するね。このゲーム。ほんとにこのゲームセットアップ左右するよね。完全にセットアップで時間使われてるよね。1,2,3 はい。16枚ケツ次第。俺ね、ケツね、ハマり悪いんだよ、最近。全然ハマんないんだよ。マジで。はい、まだクッパ？あ、クッパドカンね。クッパドカンね。とか言いつつさ、平然とさ、19分台とか出るんじゃないの？とか。三段じゃない。僕ね、ぶっ壊より三段角の方が苦手なんですよ。マリオ生主の中で一番三段角苦手な生主なんで、さすがに勘弁してもらいたい。本当に。もう三段角は10回やって10回失敗するから。はい。ほら、普通にいけてんじゃん。全然3分とか全然3分とかね。まだまだこれからだよ。はい、シェイ高最速ダイダラ現在自己ベペース。絶対裏で練習してたでしょ。絶対裏で練習してたやつでしょ。黙々と今日の昼間とかひたすら練習してて、よし、いけるいけるっつって。めっちゃ練習してる。目に浮かぶよね。片や俺はさ、配信ソフトの、画質がだがだとかずっと言っててさ。ちょ、コメビューマジさ、動けバカ。コメビュー。マジ真っ白なんだよ、ずっと。はい。コメビューあれだな、ニコニコに。あ、うっそ。7分4、おっそ！マジ7分台とかマジゴミタイム。もう超やる気ない。RTA をやる気ない。大丈夫だよ。とりあえず1回だけで何分巻いた？ 8分53でしょ、クッパ。8分53か。大丈夫、大丈夫。普通に。普通に行く。普通に行く。頑張らない。サイホーン2ミス。これね、多分サイフォンね、じゃサイフォンって120枚にないんですよ、技。技として。サイフォンって技が。そこがさ、ちょっと難しいところが。ちょ、米ビューバカ！すげえ今ラグ入った。ちょ、待って、マジで。もう俺の敵米ビューなんだけど。ダイダラさんじゃなくて米ビューなんだよ。わ、気に入ってる。せめてな。はい。うわ、今落ちた、ぶね。ま、うっすー。だっさ。だっせー。完全にスタートに向いてますよね。さすが、大体30。1,2,3。あ、出れた。お！ジャンゴミスった。ジャンゴミスったのは結構これ、でかいんじゃない？ 8 分 53？ うわ、全然じゃん。全然じゃん、やば。10秒しか詰まってないじゃん、1回目くらい。ひど。おい、どうすんだよ。マイナス10。マイナス10。おかしくね。ほぼ同じペースって。ハンデいらないじゃん、じゃあ。ほぼ同じペースだったら。マジかよ。ボロボロ。よし。まあ行こうか。
20分台とかのペースの人だよ。ほんとそれね。ほんとそれ。甲骨、甲骨。めっちゃ、ゲーム3本戦ってるのは、あの人だ。名前読めなかった。ありがとう、甲骨。ちょっと甲骨は最後、まとめて読みます。やばい、見つかったかもしれない。まだケツがある。まあね、ケツだけはガチ勢って言われた時代もありましたよ、僕には。ね、ケツだけはガチ勢だったから。よし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 。まあ思い出してもみなよ。あの、逃亡との対決の時もさ、すーごい最初ボロ負けで、ああもうやる気ねーとか言いながら最後勝っただろ。クッパで。クッパで大逆転したじゃないか。そういう、あれがあるわけですよ。おい。いいよいいよ。勝ってる勝ってる。勝ってる勝ってる。ほんとか？ほんとかよ。なんか怖えな。全然向こうのあれ見てないからわかんない。あぶね。あぶギリギリ。さあ、とりあえず、サイフォーンだな。向こう14枚。ちょっと15のタイム見たいな。15のタイムちょっと測っといて。はい、はい。え、早くない ?14 枚取って。え、めっちゃ早くない？え、普通に俺、調子いい時ぐらいのタイムで走ってんだけど。13分40、あ、13分40か。あ、そうか。そうか、俺3分遅いんだ。俺3分遅いんだ。忘れてた。あ、ぶねえ、マジ。あ、ぶねえ。スティックの角度ガッタガタだった、今。ガッタガタだった。やべえ、やべえ。怖っ。よーし。1、2、3。オッケー。16？ はい。ミップはな、コツがあるんだよ。そのコツさえ知ってるか知らないかで、2分かかってくるから。よーし。ミップグダってる、いいね。まあ、知識で勝とう。知識で。知識で、ミップは余裕だから。ミップは余裕。普通にドア開けた。お！これもしかしてミップで逆転あるんじゃないのか。全然普通にミップで逆転あるでしょ。よし。あ、多分延長してないと思う、これ。ちょ、待って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 。延長してないですよ。はい。ミップに餌付けをしている。しめしめって感じだね。反転が入らない。オッケー。延長しまーす。あ、ちょっと待って。ちょっと待って、延長できない。延長できない。ちょっと待って。延長ができない。ちょっと待って。やばい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 。延長ができない。延長ができない。ちょっと待って。ちょ、予期せぬエラー出てる。ちょ、予期せぬエラー出てんだけど。ちょ、待って、何これ。ちょ、待って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 、予期せぬエラー出てる。ちょ、待って待って。予期せぬエラー出てるって、ちょっと待って。本当にマジで、マジでエラーが出てる。ちょっと待って、あ、そう、ゴルチケ？ゴルチケか？ゴルチケか？あ、ゴルチケがある。ゴルチケがある。あ、ありがとう。広告ありがとう。ありがとう。あぶねえ。あぶねえ、ありがとう。ゴルチケありがとう。よし。はい。マリオの帽子の角をシュッて当てれば OK です。はい、電気弾です。はい、もう一回です。はい。そうか。こうです。こうして、こうして、こうです。うっそ、マジで？マジマジでマジで。いやー、ないわー。ないわー。ないわ、マジで。ミップミスる。ミップミスる。マリオ勢とかないわ。おっそ。練習より2分遅いんだけど。おっそ、マジ。
遅すぎる。いや、これは遅いわ。16分50。16分50。いや違う、あのね、3分差あるけど、3分差はあるけど、もうあの、3分も半ではもうついてるんで、あれだから。あの、先にさ、ラストスター取った方が勝ちだから。はい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 。何秒？14分32。14分32。14分32。何分？何分？ 1 分20ぐらい。マグマダイブ。おや？おや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 ？おやおや？落ちたっていうのはどの息のことを言ってるのかな？並んだ？おや？おやおやおや？落ちる要素があるんですか？このセカンドクッパに。おや？ちょっとこの辺ちょっと余裕をぶっこいて、こうぐる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 こうやって回っていく？回っていくプレイング？よし。よし。あ、煽っていく。じゃあ時間が別に関係ないんだよ、どこにいたって。どこにいたって一緒なんだよ。よし。網でハマった。網でハマった、なるほどね。この煽り範囲。大丈夫。大丈夫だ。ちゃんとね、見定めてるから、ここね、しっかり。はい。はい。からのここ完璧。ちょっと今あれだわ、ダイダラさんの枠違ってみるよ。1、2、3。あ、クッパ掴んでるよ。あれ、あれ、あ、クッパ飛んでったよ。どっか飛んでったよ。あれ、クッパ飛んでったよ。どうした、なんか最近あれか、タケコプターにハマってんのか、クッパ。クッパタケコプターにハマってる。よし、抜いたな。まあ、あとはこう、ゆっくり、ね、いつも通りやっていけばもう勝ちですよ。ミミス。差をつけるか。そうだな。そうだな。そこで手抜いたら、相手に失礼だもんな。あ、そうだよな。そりゃそうだよ、もちろん。やっぱその、真剣勝負ですよ。だから、ケツも一発で決めますよ。はい。ね、はい、ほんでもちろん真剣。まあね、まあこういうもんですよ。120枚勢のケツですよ。1、2、3、4、5、6、完璧。よっしゃー、ちょっと危ない一瞬回っちゃった何ノンストドサイド。いや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 、ノンストは無理。ノンストは無理でしょ、さすがに。ノンストは無理だからシェイストップでやりまーす。ストップでやりまーす。無理でーす。ストップでお願いしまーす。あ、いつものルートで行くか。いや、なんかこっちの方がなんか何面っぽいかなって。あ、やべ、ショービスさん。そうか、そうじゃないんだ。そうか。おし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 。シゲルートさ、やったことないからわかんないんだよ。逆にわかんないんだよ。じゃあ120はあれだから、向こうに抜けるから。くねくりじゃん。向こうに抜けた後に、あれ、風が消えない。
はい、どこ。おー、なるほどね。しげるとちょびだ。よし。まあ、あれですから。先に大スター取った方の勝ちですから。ちゃん、よし。はい、一発目、当たった。1位。2位。あ。あれ？あれ？クッパ落ちた。あれ？どっかで見た流れなんだけどな。あ、対戦ありがとうございました、裏ボルト。やったぜ。1、2、3、4。裏ボルト。はい。20分24秒。ま、アベレージぐらいかな。アベレージですわ。タイム。ま、こんなもんでしょう。もうこんなもん。よーし。時間で比べても3分余裕ですね。わらわら。どこの初心者大会だよこれ。わらわら。どこの初心者大会だよこれ。よし、じゃあまあ、ダイダラさんの枠みんなで見に行こうぜ。あのね、放送詳細に URL 貼ってあるから、まあ、見ようぜ。5分半でちょうどよかった。どこの初心者大会、わらわら。でもね、なんか3分ぐらいだよねっていう話だったんで。うん。なんか潰れたよ。潰れたよ。応援しに行こう。ちょ、みんなで、頑張れ頑張れライダラさん頑張れコメント打っていこう。コメント打ち行こう。これ5分、ああ、そうね。確かに5分半でちょうどよかったかもね。負けないでの雰囲気。あ、これね、あれですよ。あんまり振り回しすぎると青い炎が来るよ。大丈夫。あ、青い炎出てなかったパターンですね。あそこね、あのリフトのところ結構 AT 出やすいからね。うまーくこう、かわしていかないといけないですけどね。たまに俺もあそこぶつかっちゃいますけど。1位。今の反転超笑ったんだけど。今の反転。2位。来場者1万も差ついてんの。なんで？え、っていうかさ、ちょ待って、コメディちょっと入れ替えていい？この時間帯に。ちょっと明らかにあんこちゃんがおかしいんだよ。ちょっとごめん、どうしよう。ちょっと一回、ちょっとコメビュー入れ替える。多分立ち見のコメントがね、俺拾えてないんじゃないかって思うんだ。ちょっと待ってね。こうして、ちょっとニコニココメントビューアーの方にするわ。あんこちゃんと連携してんのかわかんないんだけどさ。はい。で、こうして、あ、終わった。25分 ?54 秒。おー。まあ、あれですね。アベレージぐらいですよね、大体。お互いに、お互いがアベレージぐらいです。お！出た。オッケー。よーし！ああ、そうか、そうなるんだ。なるほどね。お、お疲れ様です。よし。まあ、一応ね、この辺は。あ、ごめんなさい。やっぱ立ち見出てたね。ごめんなさい。ほんともう、今日あんこちゃんがもう超朝から調子悪くって全然見えなかったんです。申し訳ない。ありがとうございます。
たちにもね来てくださって、あんこちゃんの連携が できてないで、ニコニココメントビューアーだと読み上げができんのかな、読み上げオンオンできてないですね。はい、じゃあまあそのまんまコメビュー拾っていきましょうか。こっちはよし開始10分で出てました。違う、出てるんだろうなとは思ってたんだけど、思ってたんだけど、あんこちゃんが全然あり、真っ白だったの、常に。常に。ごめんな。ほんとごめんね。ちょっとあんこちゃんのあれ点検しとくわ。うん。あ、B 出てる。立ち B がいた。割とごめんなさい。割とごめんなさい、ほんとに。申し訳ない。許すまず。すまん。お、じゃああれだな。そろそろ、スカイプかけちゃおうかな。そう、あんこちゃんのそう、オール押すとね、なんか変な感じになっちゃう。そう、それそれ。やっぱそうなんだ。最新版とかにしないといけない感じなのかな。うん。向こう鼻ほじりながらやるって。マジで。ちょっとスカイプかけようぜ。鼻ほじる余裕ができたんでしょ。かけますよ。かけますよ。かけますよって言って。かけ、かけますよって。よし。じゃあかけるか。30分10本勝負以来せやな。もしもし。あ、お疲れ様でした。あ、お疲れ様です。いやー、楽しかったですね、マリオ。あー、そうですね。僕あんま楽しくなかったですね、後半なんか。え、どうしてですか？なんか、なんだろう。そう、ウサギがちょっと言うこと聞いてくれなくて。あー、ちょっと僕もね、ウサギね、若干言うこと聞いてくれなかった。たんですよ、なんか今日は。それでもなんか2回目で成功したって聞いたんですけど、おかしくないですか、上手くないですか、やっぱり。あれね、コツがあるんだよ。コツあるんですか。コツがあるんですよ。コツがある。今度教えてください。目印がある。そう。目印がある。そうそう。それやったら誰でも簡単にできるようになるんで。あ、そうなんですか。僕いつもの気合とノリでやってるんで。そう。ちょっと教えてくださいじゃあ。いいですよ。はい。じゃあね。とりあえず今回マリオ64は、はい、モティさんの記録は。僕の記録は20分24秒。はい、はい。まあ、プラス3分しても23分24秒ですね。で、僕の記録が25分54秒。はい。ボロ負けですね。5分半で5分でも僕勝ちですね。そうですね。ね。はい。ほんと、いつも、まあ、平均このタイムなんで僕今。僕も大体このぐらいのタイム。あ、そんなもんなんですか。ね。ですね、大体。まあ、今回はね、モティさんの1勝ということで。まあ、とりあえず先勝でね。はい。そうですね。そちらの一歩リードという形で。はい。はい。まあ、次はスマブラですよ。スマブラですね。こっちは僕得意分野なんで。まあまあまあ、確かに、スマブラはダイダラさんの方が上手いっていうのは聞いてますけどね。はい。なので、まあ、今回はストック1ハンデという形で。はい。はい。これ、ストック何期でしたっけ ?3 ですか ?4 ですか ?5 ですか ?4対3?4対3で。4対3で。OK です。了解です。それでは、それでね、はい、やっていきましょうか。じゃあ、準備。はい。もうできてます？準備は、今。